始まりました。ザ・ノイジーズ。ズームになって始まる時のノイズが消えてしまったネットラジオでございます。今回もお届けするのは私ですこと、はい、北山と。秋小橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、なんかこう、ノイズが消えたら消えたで、なんかノイズがないのは寂しいなとかいうコメントもありましたね。いろんな人いますね。世の中はね。うん、いろんな人がいる。だから、まあ今回語りたいやつもね、そういう、何かこんなことを考える人がいるんだみたいなね多分もう僕ら年代の人が膨らんでいった妄想やと思うんですけどね、はい、勝手なね、うん、それがなんかまあこんなに大ヒットになるとはということで、はい、僕が今日語りたいのはコブラ会を語ろう。テレビドラマですね。 YouTube ドラマとして最初スタートしたんですよね、第1シーズン。そうですね、そうですね、はい、で第2シーズンもそのまま YouTube でやってたんですけど、まあ、ここ、次の第3シーズンからは完全に Netflix にもう場を移して、うん、で日本では8月の28日から Netflix で独占配信を開始ということで、まあ、今のところ YouTube もまだ見れてるのかな、うん、まだ見れる状態にはなってると思いますけど、基本的にはもう場所を Netflix に移してどんどんやっていこうというような感じで、権利全部売ったんだったらもう多分 YouTube 版は見れなくなるんでしょうね。おそらく、うん、そうだと思います。全部これ、Netflix で映るんでしょ。これね、かなり権利もどういう意図で作られたのかとかも結構実は調べたんですよ。うん。たところ、権利自体は、ソニーピクチャーズの系列が持ってる。うん。うん、で、配信先っていうのをそのソニーピクチャーズがまあ選んでるっていう形みたいですね。うん、はい、だから、まあ、権利自体はそこにあるんで、ただまあ、Netflix が今はもう配信権とか全部くれっていう感じで、かなりラブコールを送ったみたいで、で、YouTube の、ドラマ配信の撤退っていうのも、まあ、重なって、まあ、それでこう映ったというようなことなんですけども、うん、いやー、これね、まあ、もう前々から予告編とか見ても熱いものがあったんですよ。うん。うん、何しろ、僕はベストキッド大好きなんで、もともと。コブラ会が好きだったんでしょ。いや、子供の頃はやっぱりあれですよ、宮城道家ですよ、あのあれでしょ、なんかあの黒いタイツ買って骸骨作ったあ、そうですね、あの一度あのコスプレやってみたいなとは思ってましたけどねハロウィンパーティー多分ね、気づいてないだけで自分はそっちに心が惹かれたと思うんですよ、なんかこれだからね、まあ、最初にこうベストキッドっていうのがまあ今からものすごい前にあるわけじゃないですか、うんうん、で34年一応経ってる設定なんですね、はい、34年前に空手大会の決勝でダニエルに負けたジョニーがね、バーンってこう顎のところをあの片足出しのこうワシのポーズみたいなやつでやられたわけですよ、うん、でガーンって蹴られてジョニーはそのままブーンってぶっ倒れたんですけど、そのぶっ倒れた感じのまま34年後に話がグイーッと飛んでくるわけですね。なあ、そうすると34年後はもうそこ倒れてる周りが全部酒の瓶ばっかりあるんですよ、監督ねってなって、で朝起きるとね、うん、なんかもうまた飲んじまったな、足りーなみたいな感じで、で、パーッとテレビをね、つけて、うん、今何時やみたいなんで見たら、もういきなりあれですよ、ダニエルさんがね、テレビの中でね、あの、うん、中古車販売の、あの会社をベンチャーで立ち上げてたんですよ。はい、で、なんかどこよりも、やりますピシピシとか言って、なんか、価格のところをこう空手で倒していくんですね。あどこか一応は未だにあれですね、うん、空手が彼のキーワードとして、周りも認知してるんですね、じゃあね。うん、あのね、後にそれは分かるんですけど、あんまりみんな認知してなかったです、実際は。なんか空手ポーズやってる変な人みたいな感じで。あの CM よく見るよ、なんか空手のこんなポーズやってる。なんか変なことやってる人だみたいな。そう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 。空手がすごい上手い人だっていう認識もなく。認識ないです。なんかよくない CM よく見るなみたいな感じ。あ、ラルソー自動車の人でしょっていう、そういう感じですよ、みんなの認識としては。でも、ダニエルはやっぱり思い入れがあるんですよね。うん、こう宮城道空手っていうのを自分の中にずっとマインドとして生きてますから、うん、だから、まあ、いつでもこうラルーソっていうのはこう空手をベースにしてますっていうことで、で来た人にはねもうお土産として盆栽をあげるんですよ。あ、はい、盆栽ね、もう盆栽を持ち帰ってくださいって、これがなんか
心ですと、っていうことをね、言って、ぜひみんな来てくださいって言って言うんですけど、もうその CM 始まった瞬間にもう不機嫌ですからね、ジョニーは。うんうん、バスってもう消して、くそって。全部もう、あいつのせいやって。俺の人生にケチがつきだしたのは、そもそもあいつのせいや。っていうことで、まあ話は始まって。うんで、うん、車でゴーゴーって乗ってても、なんか、ストリートのところに看板とかもあるんですよ。あ北道沿いにね。そこでもね、うん、ラルーソがね、もう、イエーってやってる写真が飾られてるんですよ。いや、まあ、そこそこ成功してる。いや、かなり成功してるんですね。地元ではなんか結構、もう数店舗、うん。ああ、すごいじゃないですか。そうそうそう、ラルーソの中古屋っていう。まあ、これなんで中古車始めたかっていうのも一応ほらベストキッドに由来してるわけですよ、うん、ベストキッドの中で宮城さんに車もらったでしょ、うん、あの覚えてないですかあの誕生日プレゼントで宮城さんにから車をプレゼントされたんですよ、うん、もう俺は乗らないから乗っていけってね言われてね、うん、でそれでこんなのもらっていいのって言ったらいやいいんだって若者が乗るべきものですと、うん、いうふうに言われてで喜んでもダニエルがガーッと乗ってってそれでデートに行くっていう名シーンがあるんですけど、うんうん、あのね車をもらった時の喜びっていうのがもう僕にとってはもうあの時の人生で最高の喜びやったからだから僕は自動車を売ろうということで、うん、あのどこよりも安くね、うん、真心込めて売ろうっていうことであのラルーソの自動車を始めたんですあの基本的にダニエルさんは結構いい人のまま育ってるんですよ、はい問題はジョニーですよね、ジョニーはあんまり職もね、うまくいかずにね。で、あの、ちょっと仕事にもようやくありついたんですけど、なんかこう、あの家をこう修理するような修理屋さんみたいなになって、うん、で、ハイソなね、山手の家の人とかに呼ばれて、そこでこう、建て付け工事とかグッ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 ってやってるんですけど、なんか、うんなんかあなたこっちにつけろって言ったのに逆につけたわねとか言って文句言われてなんだよこのババアみたいにして言ったらババアですってみたいに言ってでもうすぐ報告されてもうクビですよ、うん、いやってそんなことやってないんですけどみたいなクビとか言ってでふざけんなよっつってまた酒ですよ、うん、もうやってらんねえつってバーってなってるで、家庭も、ダニエルさんのところは、ちゃんと、一男一女かな。うん、奥さんもね、できて、で、長女がいて、次、長男がいてみたいな感じで、いい家庭になってるんですけど、うん、ジョニーはね、うん、一応結婚はしたんですけど、もう、すでになんか離婚してまして、で、うん、で息子ももう向こうに引き取られてて、みたいな感じですね。うん、で、もうジョニーは、ね、一人暮らしですよ。でまあ、そうやって食えるか食えへんかみたいな仕事をしながらっていうところのそういう対比構造っていうのが、まあ、このコブラ会の基本です、で、ここからまあドラマが進むんですけどいつもみたいにね酒飲んででまあまずいね飯をこうなんかもう座りながらパクパクって食ってたらですねあのいじめられてる子供がいたわけですよ、でなんかまあ 4,5 人ぐらいねほらーっつってまあ引っ越してきたばっかりの子で、しかも同じその住んでるアパートの隣の部屋に住んでる子供やったんですね。で、その子供がまあボコボコにされてて、何やお前みたいな感じだったんですけど、あの、ジョニーの車にも危害が及び出しまして、で、この野郎みたいな、ふざけんなみたいになって、全員をもう乗すんですね、ジョニーが。昔のコブラ界空手を使って、くれーって。ボーボーにする子供たち何歳ぐらいなんですか高校生ぐらいそうですねだからかつて の, その自分たちの年代ぐらいの子供たちです、ねうんがやってでそのいじめられてた子っていうのがですねすごいとあれはなな何あれは空手みたいになってで俺にか、うん、空手を教えてくださいみたいになってきて、でまあ本人はもう全然そんなね教える気ないしね帰れって言うんですけどね、うんまあ、その子がなんかどんどんまあ来るわけですよ自分のところに雨になってもずっと外でこうやってなんか後ろで手を組んで立ってるんでしょちああでもねの後のノリはそれに近いですよお前らは俺の空手を習う資格はないって言ってくれて帰れ帰れあのねあのノリは、ね、結構それに近いもんありますよまた北山さんの警備員の話じゃないですか
で、感想のところにね、ま、この話前も聞いたってね。書かれてる。キラー、またキラーズですよ。お前もキラーズ。それはね、北村一輝のキラーズです。いや、ともかく、その、まあまあまあ、なんかね、いろいろこう自分の人生を振り返ってみると、まあ全部がもうね、自分はろくでもない人生になってきたっていうことで、で、俺自身やっぱりもう変わりたいみたいな風にジョニーは常にちょっとずつでも思ってたんですよね。この嫌な人生から脱却して抜け出したいと、うん、ということで一念発起して、ストリートのところにまあ物件借りて、でコブラ会を立ち上げるという熱い名前はコブラ会だっていう。別にそのいじめられた子は性格がひん曲がってることもなくていい子なんです。これはものすごい。じゃあ前みたいにあの 板をこうやって出して「オレ!」とかなんかそういうことじゃないんですか。いやでもちょっと何だか角材があったら「オレ!」とかなんかすごい。あの、ね、でも骨を折る感覚を覚えさせるための訓練。いや基本ね指導法はあのコブラ会ですから宮城道ではないので、だからそうですね、教え方はもうまず人形をカーンと置いて。これをもう頭の向こうに打ち抜くようにもう打てと力でいっぱい打ち抜けっつって。あまあ一応今のにやっぱ小倉会だから体をどう効率が破壊するかだけ。そうもう人をねその殴る感覚っていうのは人を殴んないと分かんないと。だから打て、まあ、小倉会はそうですよね。そうです。あれは完全にあの相手の体を破壊することを何回もなんかやらせて躊躇一撃を加えることができるような特訓ですからね。俺の記憶で師匠がもともと軍人ですからね。で、いやでもね怖いですからね。教えは3つですよ。ストライクファーストね、うんうん、でストライクハード、うん、そしてノーマーシーですよ。この3つの教えですよ。誰よりも昔から変わってないですね。変わってないです。だから誰よりも早くもう先手を必ず取れと。で どこよりもハードにもう当ててしまえと、うん、そして情け容赦は無用ですと。そうです。どんなことしてくるか分からへんからなってもうただ気のめせっていう感じですよ。じゃあ、そういうあれですか、子供たちが習いたい人を集める道場を一応開くんですね。そうなんですけど、まあジョニーはほら昔のやつやからなかなか道場生とか集まんないわけですよ。まあそうですね。俺にも考えがあるとって言ってやったことはビラを貼っていくだけでしたから。何かで、いいじゃないですか。そのジョニーのね一番弟子のミゲルっていう子はあのもっとネットを活用した方がいいとSNS とかってつったらなんとか言って、それなパソコンかって、俺はオタクじゃないって言ってそんなパソコンオタクのやつらなんか俺相手にしねえとか言って。ジョニーはもうほら80年代からあんまり変わってないですから、基本の頭の思想がね。なんかそんな感じですよね。うん、そうです。だから何女好きな女とかおんのかって言ったら、いやーはーはーみたいなんで言ってたら、そいつはホットかっつってホットってってホットって何ですかっていう、いやホットかっつってあーなるほどね。うん、だからもう聴いてる音楽もいつも80年代の音楽ですよ。うん、うん、で、お前なんかガンズンローゼズまず聞いてこいっつってで、へっとか言われるんですけど、もうまず話はそっからやっつってでね、その一番弟子のミゲル君はいい子やから、まあ、YouTube とかで聞いたわけですね、ガンズを、うん、そしたら、いやかっこよかったんで、うん、何モトリーとかいろいろ聞きましたとか言って、ラットも最高ですみたいな感じで言うから、うん、そしたら、なんだお前、分かってんじゃねえかっていう。80s いいだろ、おいって、うん。ともかくね、ジョニーの頭の中、常に80年代なんですよ、ね。うん、だからもう、好きな女がいたら、まず行かないとって、うん。もう、ストライクファースト。そう。容赦すんなってことですよ。ストライクハードっていうことですね。そうです。ともかく、ホットかと。ホットに行けと。で、もうじきハロウィンがあるんやけど、なんかハロウィンの衣装どうしたらいいか分からへんっつって、まあなってるわけですよ。で、そのミゲルっていう子のね、親はなんかそのマーベル系のね、やつをやりたいって言ってるから、でもそれ買ってくんの高いわけですよ。で、ミゲル君ちシングル
マザーなんですよね。あで、まあ、ばあちゃんも同居してるみたいな、そういう感じの家なんですけど、あまりお金ないからって。で、あの、デッドプールのね、やつを手縫いでお母さんが塗ってくれるんですよ。ああ、はい。うん、でも、なんか、どうっつって、まあ、先生に見せるじゃないですか、ジョニーに。うん、先生、先生どうですかっつったら、うん、クソだせえなと。ダメだお前っつって、俺がとっておきのやつ、ハロウィンだったらとっておきのやつから、これでいけやっつってやらしたのが、昔の自分がやったコスプレ同じやつですよ。ドクロのやつ塗ってズーンって出てきたら全く同じ格好してるやつ。あはははっていや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 、これね、脚本家ね、誰やねんと思って調べましたよ、うん、そしたらアメリカンパイパイパイの人ですよ。あ、なるほどね。うん、だからね、同じぐらいの年なんですよ僕とね、うん、だ多分子供の頃にベストキッド見たんでしょう、うん、でもういろんな妄想がねついにここになっちゃったわけですよ。まあ要するにもう年を取ってくるとダニエルのような貧困法制な生き方は腹が立ってくるんですよね。ジョニーじゃないですか、多かれ少なかれ僕らの人生は。でね、パッキーさんもあれですよ、あのクルーズの時代にあれでしょ、こういろいろあったでしょ、なんかなみたいな感じのって多かったじゃないですか。ああ、僕もよく酒を飲んでたじゃないですか。冷蔵庫の中にね、もうもらってきたビールとかガッシャンって入れてね。ああ、そうね、疲れて一人になりたいの俺が来たりとか、そう、後ろでゲームやってピッコンピッコンやったりとか。あ、夜中の2時にね、あいつがガーンって来て、なんか家だったらゲームするなって言われたんだよって言って、あのコールオブデューティーの新作買ったとか言って、後ろで死ね死ねって言ってましたからね。まあ、お前らもいろいろあったんですね、うん、お前がなって思いましたよ。ほんと、まあ、そういうのもねあったじゃないですか。だからだんだんね、こう人生のやっぱり、まあまあダニエルに挫折がないわけじゃないんですけど、もちろん、でもなんかこう見ててやっぱりジョニーがね、たまにね、もう俺はもう完全に酒もやめるって言って部屋をきれいにしたりするんですよ、ビールをこうガーンとかってやるけど、なんかあったらくっそーって言って気がついたら6本入りのあの缶ビールのあの紙のとこグーって持ってまたうわーって言って帰ってきますから、うん、そう、あのね、あの人生の繰り返しですよ、うん、だから学んだ気になってるけどなかなか学べないっていうのがこのドラマの面白さですよね、うん、で、まあ今度はほら弟子とか子供とかいっぱい出てきますから、自分の実の息子もね、なんか離れてる息子なんですけど、うん、まあ自分の元嫁っていうのも旦那探しとか男探しで奔走しちゃって、もう息子をほったらかしにしてるわけですよ、うん、で息子は息子でもう悪くなっちゃってるんですよね、いろんな、うん、あの犯罪にもちょっとね手出したりとかしてやばいやつになったりして、うん、それをまあ直していくのにもね、なんか俺がなんかやるよって言ってるけど、もう息子はもうふざけんなみたいな、お前出てったやつやねんから俺の面倒なんか見てもらいたくないみたいなって、うん、で反発のあまりあのダニエルさんの中古車屋に働きに行きますから。息子、でさらにその息子が何を思ったか宮城道空手に入ってしまうんで、でダニエルの優しい心にどんどん触れていきますから。でもね、ダニエルもそのジョニーも、まあ、やっぱり言ってもほら人間ができてるかっつうとできてないんで、あの、うん、宮城道空手もついついねコブラ界の看板とか見たからやるっていう感じですからね、こう、ある時ね、モールのとこパッて見たら、コブラ会って書いてあって、うわーって、もう過去のね、いじめられたトラウマとかが、あーってくるんですよ、ダニエルの中で。こんなものを俺の街に作ったのかって言って、誰やって言ったら、ジョニーが作ったわけですよね。ジョニーにの恨みとかはね、もうないようにしようとか、争い事はないようにしようって言って、一応言ってるんですけど、結局ね、うん、2人はね、どっか根本的にやっぱりムカつく部分っていうのがあるんですよ。うん、だからまあ、ことあるごとに対立するし、たまに分かり合う時もあるんです。うん、あの、アリっていうね、最初のガールフレンドですね、アリっていい女やったよなって言ったら、確かにいい女やったって、2人で飲む時もあるわけですよ。で、あいつ今何してるんやって言ったら、
いやなんか Facebook で見つけたよってダニエルが言うんですけど、そのなんか分からへんそれっつってまたパソコンの話かっつって、うん、でもうちょっと順応能力はあると思いますけどね2人ともいやいやいや、だからあれですよ、ダニエルはありますよ。ダニエルさんはもうパソコンとか使いこなしてますけど、で、何そのフェイスブックとかいうやつで、なんか何メッセージとかダニエル送ったんかっつったら、いやーっつって、今で家庭とかあいつあるしみたいな感じのこと言うから、うん、なんだよそれホットじゃねえなみたいな感じのこと言ってましたけどね。まあ、うん、まあ、だあのちょっとある程度年いった男子トークみたいな。そうそうそう、しかもまあいいけど、でもね、その後ね、あのジョニーもね、一年発起して、あの中古の質屋でパソコン手に入れますからね。俺もやるかっつって、ブーってパソコン手に入れますから。で、パソコンの操作の仕方全く分からへんから、毎回あの質屋にかけますからね、どうやってやったらいいねっつって。電源入れへんぞ、こらーって言って、挿してんのに繋がれへんっつったら、スタートボタン押せっつって、なーそれっつって、そこついてるやろって、上の方にピッてやったら、ついたって言うんだけど。今度はネットが繋がらへんっつって、いや俺は質屋やからその俺に聞いても困るからってネットちゃんと調べろって言って、だからそのネットつながらへんねんWi-Fi ってなんやみたいなそっからでしたからね、結局ミゲルに繋げてもらいましたからね、こう教えたけど、弟子に、そう弟子にこう、うんうん、まあだからあれですね、本当にそのこのドラマの面白いところってやっぱりそのまあ、弟子同士の戦いっていうのは若い子らが見たらやっぱり面白いものっていうのはもちろんありますよ、うん、これはあれですか、なんすかジョニーの息子が宮城空手道側のダニエル側の代表になってクロスして戦うって感じですか。そうです、クロスして戦うわけです、うん、はい、っていうところが、まあ、ダニエルの息子が、うん、息子が誰か関係がある人が今度コブラ界で習うんですか。じゃあ、いやではないんですよこれね、ダニエルのまあ、娘がいるんですけどね、うん、その娘が、まあ、ずっと実はちっちゃい頃から宮城道空手を習ってるんですよ、うん、で、その女の子が実は最初に付き合うのが、ミゲルの方なんです、うん、だから、ダニエルの息子がジョニーの弟子と最初付き合うわけです。あ、なるほどね。ところがこうそれはちょっとまあ、もうすみません、今回かなり落ち打ってるんで、あれですね、うん、梅くんにテロップに入れといてもらいましょう。ネタバレありと。テロップって、ああ、ネタバレありって、うん、そんなになんか筋肉マン事件が、その家業と、の中に。すごいことになってんすよ、知ってます筋肉マン事件、今。もうジャンプ全体巻き込んだ話になってきましたからね。まあ、それでもツイッター上からネット上から感想が消えたっていうのが見ましたけど。そうですね、だから誰も感想あげなくなったんですね、ゆで先生怒ってるから、うん、だから僕もあげるのやめましたしそしたらね、なんかそしたらもうあれですよ、え、今週って筋肉マン新しいは出てるんかなっていうのすら分かんなくなってきちゃった。分かんなくなる、まあ、まあまあ本人の自分で調べればね、書いてあると思うんですけど。そう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 、だから前まではなんかみんなの感想が日曜日、まあまあ12時とかになるとバーってみんな来だすんで、お、みんな読み始めたなみたいな感じで自分を見に行くみたいな。で、ね、その後みんなで筋肉マン考察班みたいなやつをいっぱい見て、今後のこうなるんちゃうか、ああなるんちゃうかっていうのに見て、いやー面白いなっていうのがちょっと筋肉マンの最近の実は楽しみ方やったんですよね。ここも、新しい連載になってからのね、うん、でまた筋肉マンもその僕筋肉マン2世も結構好きなんですけど、筋肉万太郎っていう主人公は、まあ、若いやつなんですけど、筋肉マン自体がもうものすごいおじいさんになってるんですよね、うんうん、その若い時に戦いすぎてもうじじいになってるんですけど、うん、なんかね、ある一定の年齢の時に筋肉マン2世読んだ時にその衰えた筋肉マンっていうのの面白さっていうか、なんか年を取ってね、うん、いろいろ自分の中でそれでもなんか迷うところの出てくる大人っていうのが描かれてて、非常に僕はそっちが好きやったんですよ、うん、だから今の筋肉マンって何が面白いかっていうと、かつてのその超人たち、負けていった超人たちがもう一度復活の場として今の筋肉マンに出てくるのが面白いわけですよ。
もうベストキッドの世界じゃないですか。そうだからベストキッドこのコブラ会を先にやってたわけですよね。うん、だから今その悪魔超人とかでもね、もう負けていった奴らがいっぱいおるわけですよ。そういう奴らが、うん、あの時俺はなんかこうやって負けてしまったけど、俺はずっとこう復活の時を待ってたんだって言って出てくるわけです。で、そうすると昔の筋肉マンで本当にしょぼかったカナディアンマンとかああいう奴らですら、実は俺はずっとやってきたんやっていうこの後もずっと俺は一流の超人になりたくて、でももう追いつけないことは分かってるんやけど、俺は俺なりにやってやるんだみたいなね、それが要するに俺だよっていう感じなんですよ、こう呼んでると。うん、だからもう主役には人生進んでいくとなれない場面ってもういっぱい出てきたじゃないですか、結局のとこ、うんうん、ジョニーもそうですよ。だからかつてはね、うん、空手大会高1と高2で2連覇してるんですよね、うん、で高3の時にダニエルに阻まれるわけですよ、うん、でそこから人生ちょっとおかしくなって、でまあコブラ会っていうのも、うん、あまりにも危険行為するからって言って実は空手大会から出禁にされてるんですよ。うん、でも今の委員会はそれを覚えてないんですけどね。ああもう時間が経っちゃってね、時間が経っちゃってね。でそのコブラ会っていうのをもう一度登録ね、この大会に登録させてくれって言って行ったら、なんか確かにコブラ会っていうのはなんか除名にされてるけどなんでかねみたいな話なんですよね。でそしたらその委員会にダニエルが入ってて、ああダニエルが遅れてくるわけですよ。で遅れてきたらなんか、うん、いるわけですね、ジョニーが。あっ、うん、で、コブラ会を戻してくれみたいに言いに来たみたいに言ってたら、うん、いかんいかんっつってあんなやつはいかんよって言ってなってね、またそこで一悶着あるんですけど、まあまあまあ、まあ、それでもね、コブラ会っていうのはまあ結局彗星のごとく戻ってきちゃうんですけど、ね、しかもその弟子もまあこれもネタバレしちゃいますけど、ミゲルっていう弟子がね、まあうん、いじめられてたそのやつらに、うん、ついにコブラ界の技を見せる時が来ますから、実戦で、あ、うん、でそれがそのダニエルの娘っていうのを、まあ、侮辱されてるのを見た時に立ち上がって自分が代わりにもう全部のしていきますから、でのしていったやつを誰かがこう動画で撮ってて、それが SNS で拡散されて、うん、コブラ会にはいっぱい弟子が来ますからね。すごいって、あれビデオの男だって言って、みんなわーって来て。で来たんですけど、もうジョニーはね、なんか、腰抜きは帰れっつって。でも、全員のひどい部分ばっかり言いますからね。こう、デブってるやつだと、豚かとか言って、豚っつって。で、鼻の下になんかこう、傷ついてるやつとかもね、もうそういうやつもなんか、なんやねんとか言って。差別的なことをもうバン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 言うわけですよ。で、まあ、腹立ったんやったら何もう別に構わんと、俺は別にお前らを入れるつもりはないって帰れって言うわけですけど、帰らないやつらがねやっぱり何人かいてね。やっぱファイトクラブじゃないですか。そう。いやでもコブラ会はそうやったでしょ本来、それで結局これはもう俺たちのために厳しいこと言ってるんだみたいな感じで誤解するやつらが誤解、まあまあまあ、でもあれですよ、ジョニーは言ってもほら痛みを知ってる男ですから、だから前のコブラ会とは違うと、本当に強くなりたい男たちだけが残ったんですね、うん、というかかっこいい、かっこよくなるっていうのがコブラ会やから、うん、コブラ会のマインドやからって言うわけですよね、うん、本当に、ね、よくできてますよ。そして昔の人間をよくまあ呼んでくるなっていう感じですよね。うん、だからまずこのダニエルとジョニーがいまだにいたっていうことがまず良かったですよ。三十何年経ったのに、だって、ね、ちゃんと俳優としてやれるぐらいの感じでね。そうラルフ・マッツィオなんて見ましたっていう話でしょ。そりゃあれですよ、その直後はまだなんか作品ありましたよ、ベストキッドの後とかでもね、うん、でもなんか全然もう聞かなくなっちゃいましたからね。でリメイクのベストキッドでも出てこないんでしょ。だってリメイクのベストキッドってありましたっけ。あれあったでしょ、ジャッキーチェン。ジャッキーチェン、あの全然出てこないですよ。もう全然、ね、リスペクトも一切なしってことでしょ。あれ
まあ、リスペクトはありますけど、でもまあ基本的にはそのダニエルさんがね、本人と本人役か、もしくはなんかちょっと別の役でちょろっと出るとかもなかったでしょ。あ、ないですね、完全にリブートですからね、あれはね、感覚的には。ジャッキーはほら宮城のあれをやってますから、うんうん、でまたほら宮城さんのあの乗り行きパッと森田は死んじゃってるじゃないですか、うんうん、だからそれが余計悲しいんですよね、うん、なんか毎回家で出てくるんですけどね。で、うん、ダニエルもやっぱり迷い出すんですよ、うん、で 墓とかにね、墓参りして、なんか宮城さんはもう全部わかってるんやろうけど、俺は何にもわからんですよとなんかもうちょっとなるとカーッともなるし、なんかコブラ会が出てきたっつったら俺もあたふたするし、ね、うん、娘や息子のこともなんか嫁のこともなんか俺はすぐバランスを崩してしまうと、なんかでも宮城さんはきっと答え知ってるんやろうけど、その時言ってたんやろうけど、俺にはまだ分かりませんっつって言ってねそれが悲しいんですよね、なんか、うん、もう本当に出てこれないですからね、うん、でちょい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 そのベストキッド 1,2,3 の宮城とかの映像がインサートされてくるんですよ、うん、でもう関係なくなんか泣けてくるんですよ、うん、なんかね、あとジョニー視点で語られるダニエルが最高ですね。であいつあのダニエルっていうやつはなっつって、まあ、ミゲルに説明するんですけど、自分の弟子にね、うん、あいつは本当に最低なやつやねんと、まあ俺はその高1の時にね、アリっていう女と出会ってね、まあなんか結構うまくね、行ってデートも行ってうまく行ってたんやけど、ちょっと些細なことで喧嘩してしまって離れてしまって、であの浜辺のところでロマンチックに仲直りしようとしてたら、いきなり不意打ち食らわしてくる変な男が現れたといきなり不意打ちやでって、あそれはひどいっすねっつってでその後もう乗してやって、まあもう全然うまいことね、あいつはもうどっか行ったんかなと思ったら、ずっとこそこそ隠れやがって、気がついたらもうハロウィンの時に上から水ぶっかけてきやがったあいつっつってえいきなりですかみたいな、そうや本当にひどい男やあいつ、不意打ちばっかりやっつってまあ、映画あのあれね、映画見るともちろんダニエルには理由があったでしょ、それなんか俺完全に忘れてるけど、ダニエルはやっぱりほらもういびられてるからコソコソしてただけのことですよね。でもハロウィンの時にやってやったっつっていきなりね、上からホースで水ピチャーってかけてやったってやって、うん、仕返しで一矢報いたってなってるんですけど、ジョニー側からしたらもう近づくなっつってのにあいつから来やがったんやとルール破りやがってっつって、で何もうとっちめてやるっつって追っかけていったら、自分のテリトリー入ったら謎の空手マスターみたいなやつ待ってて、そいつに俺らボコボコよっつってマジですかっつって、それひどくないですかって、そうやよって、子供の喧嘩に大人がしゃしゃり出てきやがってって俺らのされてしまっ ってで、その後なんかコブラ会の方来て、あのこいつは大会に出てるから手出すなとか、もうひどいもんやよっつってうん、まあ彼から見たらね、そうそうそう、ジョニー視点から語られるとね、確かにね、ダニエルはそういうやつですよ、うん、別に何も間違った説明はしてないですからね。でまあその大会ででもダニエルが勝ったっていうことも正直に言ってますからね、うん、うん、俺は負けたと、うん、っていうのは言ってるんで、だからまあその辺がすごいね、こう見ててなんかこう憎めないジョニーにだんだんなってくるんですよね、うん、うん、でこれもだいぶ後のシーズン2ぐらいになってくると、ものすごいボロボロ泣けるエピソードで、あのかつてのコブラ会の一緒に入ってた仲良し3人、まあ、4人グループなんですけど、3人とも出てくるっていうのがもう一つ泣けますからお前らも、ま、そうお前らもまだいたのかっていうあうち2人もうつるっぱげになってますけどね、完全に、うん、で出てきて1人がもう嫁いくわくない男なんですよ、うん、病院でね、もうなんかもうこんなとこでいるだけでなくなっちまうみたいなんで言って、で4人でツーリング行こうっつって昔みたいに言って、うん、4人でブワーってバイクに乗ってね、こう行って昔みたいにビールをカチャーンってやって、あ懐かしいなってあん時は日本ではね、あの某有名グループに所属した方が飲酒運転で捕まってる世界なのに向こう
いや、そんなこと言ってたらあれですよ、コブラ界の中のジョニーなんて常に車の中で飲んでますよ一応紙袋で隠してますけどね紙袋の中に入れてこうやってゴッゴッゴッって飲みながら運転してますよ、ゴーって、うん、くそーっつっていつもですよ、まあでも映画の中の表現ですからね、まあ、じゃあちゃんとあれですね、あの同じ役名の別人じゃなくてもうオリジナルキャストがまた出てきてやってるんですね。そう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 、なんかそれが素晴らしいなっていう感じですよ。なるほどね、うん、だからどんどんそういう人物が出てきて、ダニエルのお母さんまで出てきましたからね、もう白髪でね、でも出てきた瞬間、あ、お母さんやんっていうすごいよく見つけてきたなって感じですよ。もう完全に白髪になってね、普通の人なんですけどね、女優の活動はおそらくやってないとは思うんですけど、まあさすがなんか昔撮った杵塚というか、ちゃんとドラマの中で出てくるとお母さんになってますよね、うん、うん、この子は昔からこういうの好きやったっつってなんか料理作ってちょっとあのあれですけどね、嫁と揉めてましたけどねあ、まあまあまあ、なるほどね、うん、だからなんかそういういろんな、うん、このコブラ界で楽しみ方ができますね、うんうん、でも何よりあれなのはもうこれはちょっと、うん、見ていただきたくてこれは話をしてます。かなりネタバレしちゃって申し訳ないんですけど、見てない方にとってはね、あのもう根本的にコブラ界の世界っていうのはあれです、ベストキッドの現代版ですよ、うんうん、だからこうやられっぱなしでいいのかっていうことですよね、うんうん、かつてのダニエルっていうのはまあそれでね、宮城道っていうのはもっと複雑ですから、人生においていろんなこう困難っていうのがこれからいっぱい出てくると、そこで戦っていくことっていうのはすごい怖いことですっていうのは宮城は言ってるわけですね。何回ももうそのくじけそうになる時っていうのはやってくると、それをなんか宮城道っていう空手をやって、別に手を出すがどうこうではなくて、自分の生きていく上での戦いっていうのを進んでいくために空手っていうのはやるもんやっていう、それがまあベストキッドのまあイズムやと思うんですけど、うん、それがねこのコブラ会の中にはね、そのイズムをきっちり分かった人間が作ってるっていうのがでかいと思います。なるほどね。それがたとえコブラ会視点やったとしてもですよね、うんうん、基本的にそのジョニー、コブラ会のジョニーもいっぱい挫折を味わってきて、それでも人生っていうのを進んでいかなきゃいけないわけで、うんうん、だからそれを一個一個俺はまあいっぱいこう失敗をしてきたし、うん、うまくいかないこともたくさんあったと。でミゲル、お前にはその俺を超えれる素質があると、うんうん、かつての俺っていうのはそのクソ野郎やった時期っていうのもいっぱいあって、でその空手の中でも間違いをいっぱい犯したから、それを正々堂々とお前は乗り越えていける、かっこいいコブラ界の男になれるっていうことをね、ジョニーはその弟子に託していくんですよね、うん、でももう一つコブラ界っていうのはやっぱりその元々の教えっていうのがやっぱりヤバい思想ですから、3つの教えっていうのは、うん、だから弟子が増えてきたことによって弟子たちが暴走を始めるんですよね、うん、だからジョニーが思わなかった方向にどんどんコブラ界自体のあの運営っていうのは進んでいってしまうんで、そうい こう悲しさもありますよね、うんうん、コブラ界が持ってるやっぱり二面性というか、うんうん、ある一面だけを取り上げて見てしまうと、やっぱり容赦すんな、どんな手を使ってでも勝てっていうのはやっぱり弟子たちにとっては違う意味で捉える人ってやっぱ多いので、うんうんうん、だからそれがどんどんやっぱりまた違う悲劇を生んでいって、で宮城道空手、宮城道空手も結構人数増えてくるんですけど、この代理戦争がどんどんやっぱり増えていくんですよね。で、コブラ界を抜けて宮城道に入るやつも現れますから、だからもういろんなところで、トラブルのもとを2人で作ってるようにしか見えない、マッチポンプですよ完全に思考対究極のみたいな感じのいやー、まあそうです。でたまにね2人で酒飲んだら結構仲いいですからねだってもともとは女性の好みも似てるわけでしょ、うんうん、でそのジョニーっていうのはもともと山の手のお坊ちゃんなんですけど、でもその家庭が実は複雑やったんですよね、うん、自分の親父っていうのはもう早いに亡くなってて、で新しい親父っていうのがまあ来たわけですけども、うん、その親父っていうのはもう自分に金だけ与えて、もうなんか全然こう愛情とか注いでくれなくって、
うん、でジョニーっていうのはそれで、まあ、飛行に走るというか、でコブラカに出会うことによって、まあ、自分は更生していったんですよねっていう過去を持ってるわけですよ。でダニエルっていうのはもともとお母さんと子供一人で移ってきて、まあ、あの辺のちょっとあれですよね、あのダウンタウンみたいなところに住んでた子らですから、もともとそんなにお金を持ってた子らではなかった。でようやくね、今ダニエルっていうのはその中古車販売でね名を成して、ちょっといい家に住んでるわけですよ。家にプールとかもついてるわけですけど、でもダニエルはそういう生活になってもやっぱり宮城さんからのね教えっていうのに俺はいけてるんやろうかっていうことを常に考えてますから、ことあるごとに宮城、はい、宮城っていうんで、奥さんもちょっとへきへきしてますからまた始まったんかいなみたいな、うん、感じですからね。どんだけ宮城好きやねんっていう。だからなんか箱の中にでんでん大根入れてましたからね、あいつ思い出の品なんでしょ。だから通でね、なんか沖縄で買ってきたでんでん大根ですよ。それをね、綺麗に箱にしまってましたからね。うん、で沖縄の、まあ、ん何ですか、奥さん、いえ、はい、よくね男同士でこうやって結婚、どっちかが結婚しても仲良くこうやってわーって遊んでると、なんか最初はいいんだけど、なんかこの友達うざいなって奥さんが思い始めるみたいな、そんな感じで、ね、この友達なんか2人やつが いたんですけど、なんかまた聞きで1人が寝てるとき、はい、ね、寝言でもう一人の友達の名前を呼んだらしくて、結構なんかちょっと怒ったらしいです。なんか何ですかそれ。でそういうそのホモとかそういうことじゃなくて BL じゃない BL じゃないんだけど、なんか寝言で言ったんですって友達のそれはなんかそれでちょっとなんかやばいですねあもう関係ないから大笑いしましたけどね寝言言うのもすごいなと思って。あ、確かにすごいですねなんですかね、こう、まあやっぱり家庭環境とかがどんどん年取るとやっぱ変わってくるじゃないですか。うん。そうするとまあそういうのってありますよね。うん。なんかね、昔みたいにみんなでバカ騒ぎすることもだんだん減ってきますからね。仕事もあるし。そりゃそうです。うん。なんかそういうのはわかる気はしますけどね。もう今ちょっと遊ぼうって言ったら夕方5時ぐらいからじゃないと俺やる気はしないですから。だからか稼働したくないの。で、引き上げて寝るみたいな。あね、飲み会やる、ね、うん、わかるわかる、そう、まあそうなってきますよ、うん、だからなかなかあれですよ、なんかコアチョコのムネさんがね、最近バレンタイン誰も来ないよって、久しぶりの人来てみたいに書いててもね、腰が重いですよね東京行くのもななかなか行かへんしな、そっからバレンタインか、しかもコロナ禍で、うん、とかってなっちゃいますよね。まあ、無理ですね。うん、そうすると、ああ、申し訳ないな、みたいな感じで、結局行かずじまいみたいなのってありますよね。とりあえず、まだシーズン2で、まだまだ盛り上がる感じで終わってるってことですね。いや、もう、えらい盛り上がりですよ。まあ、でも、僕はね、やっぱりシーズン1の途中、その、ミゲルが、ついに、こう、いじめっ子たちに、コブラ界の力を使って立ち上がるときっていうのが、うん、もう一番最初のピークだと思います。まあ、そっからミゲルは、うん、ミゲルは相手の骨折るところまでやるんですか、それとも一応やっつけるけど、ちょっとそこまでやらないタイプなんですか、教えられてるけど。結構徹底的にやりますよ。うん、もうだって、それ以降、いじめっ子たちは、遠くでミゲルの姿見ただけで帰りますから。帰ろうっつって。うん、それ、まあ、それぐらいの今骨折るまでやってんの。あ、まあちょっとネタバレになりますけど、まあまあ近いことはやりますよね、うん、じゃあもう忠実にコブラ界の教えを守ってるんですね。そうですね。でも まだその時ノーマーシーは教えてないんですけどね、うん、だ違うのは意味不明ないじめはしないって、そこだけなんですね。まあだから基本的にはそのミゲルの心っていうのはもともと優しい子ですからね。うんうん、ある意味激しい、技かけるけど、うん、まあ、本当に見えないものに対してだけ一応やるっていうことでやってるんですね。そうです。だから見てる方が前みたいにヒャッハーじゃないから。そうです、そうです、うん、まあ、これはこれでやられても仕方ないよなみたいなやつらが。ただコブラ界の他のメンバーはそうではないですから、ヒャッハーなやつらいますから。これは昔のコブラ界の血が蘇ってくるんですよ、ね、はい。でね、中にね、梅くんみたいな子出てくるんですよ、うん、最初コブラ界に入るんですけどね、
で、コブラ会に入ってずっとパシリばっかりやらされるんですよ。で、お前あれ買ってこいとか言って、あいつやれとか言って言われて、だん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 梅くんは嫌気がさしてきて、俺もうやめるっつって。あ、それで、あの宮城の方に行くんですか、なんか。宮城道の方に行くんですけどね。で、もうその宮城道になって、宮城道を身につけて、また学校で対立しだすんですよ。で、うん、なんかこの野郎裏切り者がみたいなんで、別に俺は何そういうつもりはないみたいな感じでまたやったりしたりしてね、なんかだんだんねドラマはねどんどん空気膨らまされますから、あの登場人物がやっぱりバン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 増えてきちゃってるんで、なんかだからそれぞれのこうみんなドラマがいくらでもこう組み立てれるようになってきちゃってますよね。うん、だからもうダニエルとジョニー自体の直接対決っていうのもね、うん、まあまあまあ今後はあるのかもしれないですし、うん、うん、っていうふうに考えたら、まあ、シーズン3っていうのはかなり、うん、まあやりたいこといっぱいできるでしょうね。うん、なるほどね。さすがアメリカンパイパイパイの人ですよ、うん、あれもだってアメリカンパイをもう何十年後でしょあれ。そうですね、うん、だからもうアメリカンパイ初めて見た時からすんごい膨らんでたんですよ多分彼の中で。で、うん、アメリカンパイパイパイの脚本できると。したらもう当時のキャストも使い放題じゃないですか。そりゃテンション上がったと思いますよ。で、あいつやったらこうなるはずやと。こいつならこういう風に動くぞって言って。でもどんどんこうやってったらもう彼の妄想止まんないんでしょうね。で、それの多分集大成が今回のコブラ会やと思いますよ。もうだから宮城さん以外のキャストは全員出してやろうって思ってるんじゃないですか。もうベストキッドに出てきたね人間はもうすべからく出してやろうみたいな感じにはなってますんで、ということで、まあ、ぜひこちらご覧ください。はい、ということで、はい、ドンパキさんありがとうございました。ありがとうございます。